今日のご飯は。さ、どこに。どれを作りましょう。どの材料にしましょう。ふむ、理論的に考えた場合、まずでは仕上げましょう。完成です。できました。やったね、プロフト。すごくよくできてるよ。これ本当に私が作って。レシピから完成まで正真正銘プロフトが作ったものよ。よく頑張ったわね。じゃあすぐにエルビーラに力を注いでもらいに行こう。ありがとうございます、ソフィー。え、どうして。私何もしてないのに。いえ、これは以前までの私であればおそらく作ることはできませんでした。ですがソフィーと出会ってエルデビーゲを旅していろいろなところへ行き、見て経験した。そして多くの人たちとの出会いも、それが全て私自身の成長につながっていることを実感できたんです。ソフィーと出会ったことで私は本当に成長できた。きっとソフィーと一緒にいれば私が見失っている夢を見つけることができるかもしれない。だからもうしばらく一緒にいてもいいですか。もちろん、当然だよ。私だってプラフタが一緒にいてくれた方がとっても嬉しいしね。ありがとうございます。改めてよろしくお願いしますね。どこに行くんだ。頑張ろう。あ、ピリカさん、調子はどう。また眠くなったりしてない。今日はお客さんが少ないからね。伏線もほとんど使ってないから平気だよ。力を使っても必ず眠くなるわけじゃなくて、使いすぎた時が問題なだけだからね。私たちに言われるまではそんなことなかったの。僕が気づいてなかっただけかも。だって自分ではそんな熟睡してると思わないし。まあたまに思ったより長く昼寝してた時なんかはあるけど。まさかそれって。多分そうだと思うよ。僕もね、自分がよく寝るのは分かってるから、いろいろ試しては見たんだよ。その結果として、眠い時は寝るに限るって答えにたどり着いたんだから。そっか。すっごい眠気覚ましを作ることはできると思うんだけどな。でもそれだと効果が切れた時怖いよね。一気に眠気が襲ってくることになるし。倒れてそのまま寝続けることになるかも。家ならいいけど、外でそうなるのは困るな。眠気をどうにかする方法は避けた方がいいかも。だとすると。何か思いついたの。うん、ちゃんと使えるかどうかはわからないけど、とにかく一度作ってみるから待っててね。
よし、これなら。どこに行くんだ？さあ。あ、ちょうど持ってるかも。どこに向かう？護衛は任せ。ごめんね、今手が離せなくって。退屈とかしてない？何ができるか見てるの楽しいよ。すごいのできたら売ってもらおうかな。今は練習でやってるだけだから大したものはできないよ。練習？でもソフィーさんってもう一人前でしょ。それなのに練習って必要なの？もちろん。材料に使う素材の勉強とかレシピの発想とかも大切なことだけど、釜を回す速さとか力加減みたいに感覚的なことも要求されるから練習はサボれないんだ。おー、錬金術師って私が思ってたよりもやることたくさんあるんだね。でも自分で選んだ道だし、公認錬金術師になるためには必要なことだから頑張らなくっちゃ。大変なんだね。けどそうやって頑張ってるソフィーさん、とってもかっこいいよ。そう？ありがとう。作れるものが増えたみたい。どれにしようかな。隠し味は？材料はっと。なるほど。
ルコーン、グルコーン。これはここ。これはここ。いいこと起こりそうな予感。とりあえず入れてみる？とりあえず入れてみる？うん、いい感じ。とりあえず入れてみる？すごいのできちゃうかも。うん、いい感じ。行くわよ、ソフィー。助かります。悪くないかも。悪くないかも。いいこと起こりそうな予感。すごいのできちゃうかも。これはここ。どの特性これでいっぱぱって仕上げちゃおう。できた。まだまだ上手くなるよ。よし、できた。それがピリカの眠気対策の道具ですか？ただのネックレスに見えますが。見た目はそうかもしれないけど、これを使って複製をすると。で、私たちじゃ複製は使えないから、試しに使うこともできないんだった。確かにそうでしたね。早くピリカに届けてあげてください。さ、どこに行くの？さ、よく来たね。増やしたいもの。これを増や、複製開始。終わったよ。これでいいかな。へえ、綺麗なネックレスだね。なんか見たことない宝石も入ってるし。けど、どうしてこれを僕に？これはピリカさんが複製を使いすぎることがないようにするための道具なんだ。このネックレスに入ってる石はね、ピリカさんの複製に反応するようになってるの。僕の能力に反応って痺れるとかじゃないよね？まさか。そんな危険なものじゃないよ。ただ複製を使うとそれに反応して宝石が光るようになってるの。光る？この宝石が？そう、短い間に何度も使うとこの石が光って警告してくれるの。ちょっと複製使いすぎだぞ、また眠くなっちゃうぞってね。なるほど。確かに自分で気にするよりも外部から警告してくれた方が確実かもしれないね。でもな、僕もあれからすっごい気をつけてるし、だいたい何回使うと眠くなるかも数えたんだ。だからソフィーさんには悪いけど、もしかしたらあんまり使わないかも。それならそれで構わないよ。あくまでも用心のためのものだから。とりあえずしばらく使ってみて、使わなかったら外しちゃって構わないよ。うん、わかったよ。わざわざありがとう、ソフィーさん。どこに向かう？護衛は任せてくれ。さで、はあ、珍しいじゃねえか。
お前がでっかいため息つくなんてよ。どうした？なんか悩み事でもあんのか？私もまだまだ未熟だと実感させられてな。なんだよ急に。変な悟りでも開いちまったか？恥じているのだ。プラフタのような年端もいかない少女に見透かされていたのが情けなくてな。お前がやらなきゃいけねえことってやつか。私は守るべきものを守れなかった。騎士として人々を守ろうとし、それが果たせなかった自分自身への後悔、それがズメイへの復讐という形になり、私の夢を曇らせていたんだ。それで騎士様の本当の夢ってのは何なんだよ？決まっている。騎士とは悪を断つ剣、人々を守る盾、それを体現する騎士としてあること、誰かを守れる存在としてあり続けること、それが私の変わらぬ夢だ。かっこいいじゃねえか。せっかく思い出せたんだ。もう曇らせねえで、しっかり叶えろよな。プラフト、図鑑は使わない方がいいわよ。その方が覚えるし、ね、これこれ。そうなのですか？少し試してみます。やったー、すごいの発見。大切に使いましょう。なるほど、それで夢の器を作ったわけね。はい。なのでこの夢の器にエルヴィーラの力を注いでもらいたいんです。私のためにみんな頑張ってくれてるんだもの。もちろん協力するわ。プラフタ、夢の器を出してくれる？わかりました。すぐ終わるから待ってて。私の力を注ぐだけだから、やることは単純だし、こんなものよ。よかった、ちゃんと成功してくれて。お疲れ様、エルヴィーラ。エル、エルヴィーラ、どうしたの？慌てすぎ。力を注いだからちょっと疲れちゃっただけよ。エルヴィーラ、ほんと平気。休めばすぐ良くなるから。それよりみんなは夢の核のところに急いで。私はそっちの方が心配だし。わかった。エルもあまり無理はしないようにね。わかってるよ、ラミーは心配性なんだから。ほら早く行ってきて。うん、それじゃあ行ってくるね。どこ行く？
ーし。そっか、未来のこと聞かなかったんだ。はい、まあ慌てることもありませんので一旦保留といったところです。すごいよ、私だったら気になっちゃって絶対にすぐ聞いちゃうと思うし。私だって気にならないわけではありません。聞けるものなら今すぐにでも聞きたいです。私としてはこれから起こるであろう出来事は知り、事前に対策を練って避けたいと思っています。ですが未来の私があれだけ言い渋っていたんです。ソフィーと出会う未来が訪れないかもしれないというのを恐れて。正直に話してくれた彼女の気持ちを無下にはできません。プラフト、そんなこと言ってたんだ。あなたは魂が離れてしまった未来の私を救うために必死になってくれました。自分に起こるであろう大きな事件を避けたとして、あなたとの縁を失うことが果たしてどうなのか、正直今の私にはまだ分かりません。でも聞かなかったんだよね。はい、ここにいる時間はまだありますので、その間にしっかりとこの悩みと向き合ってどうするかを決めたいと思っています。人の体を失う未来が来たとしても何も聞かずに元の世界に戻るのか、ソフィーと出会う未来を失ったとしても未来の出来事を聞き対処するべきなのかを。おそらくこれも私自身が成長するための重要な経験に違いありませんから。ソフィー、少し話したいことがあるんですがいいでしょうか。うん、どうしたの。実はソフィーの最近の戦い方を見ていて思ったことがあるのです。私と攻撃のタイミングを合わせてみませんか。もしかして何か技を思いついたの。はい、説明するとまずは私にもできるかも。問題は戦闘が得意でない私が遅れないかというところではありますが。大丈夫だよ、プラフタはすごくしっかりしてるもん。早く使ってみんなをびっくりさせたいな。そうですね、それも面白いかもしれませんね。ねえねえプラフター、今度なんだけど。一緒に新しい技を使ってみますか。どうして言おうとしてたことわかったの。簡単なことです。なぜなら私もそう提案しようと思ってたので。ここ最近のアレットの動きを見ていて気づいたことがあるんです。協力すればみんなの助けになる強力な技が使えるのではないかと。それとってもいいよ、みんなを助ける技私も使ってみたいし。では作戦会議です。私の考えではまずアレットが私の腕に。思いのほか時間がかかりましたが素晴らしい技に仕上がったはずです。
みんな驚いてくれるかな。早く使ってみたいで。はい、素晴らしい贈り物になるはずです。新しい道具作れるようになりましたよ。
一気に仕上げるよ。これで完成。新しいレシピ出来上がり。何を作っちゃおう。食材はどれにしよう。どれにしようかな。隠し味はっと。どれを入れよう。まずはあれから。いや、それとも。これで一気に仕上げるよ。できた。どれにしようかな。どの道具にしましょうか。考えた場合、まず。さて、どこから取り掛かりますか？さて、どこから取り掛かりますか？
山は海、素材は地。素晴らしい。これは期待できそうですね。いい調子です。釜は海、素材は地。ソフィー、少々相談なのですが、予想以上の反応です。やってやろうぜ、プラフタ。おお、これは。いい調子です。素晴らしい。これは期待できそうですね。ブラッタ、頑張ろう。面白いですね、アレット。特性を選びましょうか。このようでは仕上げましょう。調合終了。レベルアップです。どの道具にしましょうか。あ、どこに行くんだ。出発ですね。この辺りは本当にのどかな場所だよね。初めて来た時も思ったけど、なんか落ち着くな。わかるわ、私も同じよ。あのさ、ソフィー、あなたの時代のキルヘンベルはどんな感じ。え、そんな驚くこと言ったかしら。まさかラミゼルさんの口からキルヘンベルの名前が出てくるとは思わなくて。そっか、言われてみればそんな話したことなかったもんね。うん、けどどうして聞きたいの。実は私ね、元の世界だと旅をしてる途中で、キルヘンベルにはもう何年も帰ってないの。だから久しぶりにちょっと思い出したくって。そっか。でも難しいな、キルヘンベルの話。私が生まれてからずっと静かで平和で、みんながすごく優しい町だったからな。何か名所的なものはできてたりしないの。ないない、何にもないよ。本当に静かな田舎町って感じ。ラミゼルさんの知ってるキルヘンベルもやっぱりそんな感じ。ええ、ほんと、あの町は何十年経っても全然変わらないのね。ちょっとは変わってて欲しかった。そんなことないわ、キルヘンベルらしくて好きだもの。あ、そういえば教会もちゃんと残ってるわよね。もちろんあるけど、もしかしてパメラのこと。そうだけど、その言い方からするとパメラの秘密も知ってるみたいね。幽霊って話だよね。私も初めて聞いた時は驚いたよ。変わらないでほしいとは言ったものの、さすがに変わらなすぎなのもどうなのかしらね。どこに向かいますか。よーし、そういえばソフィーさんもエルデビーゲには何年かいるつもりなの。さすがにそこまではいれないかな。いろんな問題が片付くまではいるつもりだけど、それが終わったらすぐ帰るつもりだよ。こっちにいる間は年取らないんだから、もっとゆっくりしてけばいいのに。ほら、ここでなら何十年錬金術の修行してても元の時間に戻れるんだしさ。
確かにそういう点では便利だし、それに面白い世界だとも思ってるよ。けど私の目的は一日でも早く公認錬金術師になることだから。それに私自身の心の時間は止められないもん。公認錬金術師の試験を受けるのが待ち遠しい気持ちはいつまでも抑えておけないよ。すごいな、そんなにはっきり言い切れるなんて。ここでは元の世界でできないことができる。けど逆にあっちでしかできないこともあるからね。私がしたいことはまさにそれだから。元の世界でしかできないことか。確かにソフィーさんの言う通りかも。私自身の心の時間か。なんか私もやりたいことが思いつきそうだよ。いい話聞かせてくれてありがとう、ソフィーさん。どれを作りましょう。どの触媒にしましょう。趣向を変えて材料を選びましょう。どの触媒にしましょう。材料を選びましょう。うむ、理論的に考えた場合、まず さあ、調合開始です。素晴らしい。予想以上の反応です。これは期待できそうですね。手伝うわよ。もちろんです、ラミゼル。いい調子です。予想以上の反応です。これは期待できそうですね。ソフィー、少々相談なのですが。プラッタ、頑張ろう。面白いですね、アレット。いい調子です。特性を選びましょう。この世では仕上げましょう。完成です。素晴らしい道具ができました。レベルアップです。どの道具にしましょうか。どこに向かう。護衛は任せてくれ。
よ。あらっしゃ、さらなる。さあ、何を覚えよう。どこに行こうかな。かなりでかいぞ。何なんだ一体。エルデビーゲで地震なんて今まで一度もなかったのに。どうやら収まったようだな。びっくりした。でもあんな強い地震普通じゃないよね。それより今の地震って地震の原因は多分夢の核。何か異常が起きたんだと思う。本当ですか。でも一体何が。わからないけど火山にある夢の核から今も何か嫌な感じがするのは確か。簡単に壊れるものじゃないけど、このままじゃもしかしたら。ねえ、今更なんだけど、エルビーラって夢の核が今どうなってるのかわからないの？それは確かに夢の核は私が作ったものだけど、私自身とつながってるわけじゃないから。そうなのよソフィー。エルは世界を作ったり私たちをこっちに呼んだりできるわけど、だからといってこの世界の全部がわかるってわけじゃないみたいなの。そっか、神様だからって何でもできるわけじゃないんだね。ソフィー、私も夢の核のところに連れてって。え？ダメよそんなの。魔物も出るんだし危険すぎるわ。大丈夫よ。私だって戦えるし神様なんだから。いや、俺らに負けるくらいの神様だしな。私も賛成です。責任感の強い人は嫌いじゃありませんし。神様が一緒ってだけでなんか心強いよね。人間だろうが神様だろうが完璧に守ってやるよ。俺様は超用心棒だからな。我々が君の剣となり盾となろう。エルは戦闘に参加しないこと。それが守れるなら連れて行くわ。約束する。みんなよろしくね。さ、どこに行くの。探索し、ジメジメしてて嫌ね。
いるだけで参っちゃいそう。弱点だ。おまけだよ。あそこが弱点か。あれ、無理はするな。すっごいの吹くよ。イカズチの剣、見せてやろう。やれやれ。お、素材発見。これなら楽勝だね。オーラが薄い。あそこが弱点だ。これでバッチリだよ。私なら弱点をつけそうです。やっ、援護させてください。いいか。私の後ろにはあいつ、オーラが壊れそう。私に行かせて。これとか効きそう。くりゃっ、やっ、いっこ、やったね。イエーイ。これでいいのか。あった、発見。これでいいんだよね。どこに行くんだ。強くなれるということか。どこに向かう。護衛は任せてくれ。あれ、ま、この場所にあまりいたくないな。ジメジメして気持ち悪いよ。私が行こう。守ってみせる。後に続くわ。倒れて。さあ
せ。ほらほら、いきます。とどめです。じゃあ行くわよ。どうよ、一丁上げに。向かいますか。あれ、な、洞窟といえば鉱石や原石だよね。何か珍しいもの見つかるかな。どこに向かいますか。あれ、弱点みたいだな。おい、俺にやらせてくれ。じゃあ行くわよ。お仕置きよ。ま、こんなもんかしら。てや、あらら、かわいいのが出てきたわね。オーラが弱いところがあるな。てや、狙えるか。私なら弱点をつけそうです。お仕置きよ。援護させてください。見せる。行かないよ。それそれそれ、お仕置きよ。じゃあ決める。気をつけな。わけだな。外さないように注意を。百発百中だ。宵闇の栄光弾。オリアスさん、後ろは任せてください。やるか。くらえ。地面を揺らします。
守ってみせる。だったと思わねえか。普通でしょ、これくらい。まだまだ強くなるよ。力がみなぎってきた。少し強くなった気がします。また強くなっちまったぜ。よし、これなら。どこに向かう？護衛は任せてくれ。さあ、ほらさっさと行こう。さ、どこに行くの？さあ、洞窟といえば鉱石や原石だよね。何か珍しいもの見つかるかな。そこが弱点だ。てや、私なら弱点を作れそうです。お仕置きを援護させてください。くりゃっせっ、これで終わり。くりゃっせっ、とどめ。うん、楽勝楽勝。さ、どこに行くの？報告する？この助かったわ。ありがとう。この助かったわ。ほ、助かったわ。あ、ちょうど持ってるかも。補充終わったよ。作れるものが増えたみたい。